が見てる。あれ？それから書き戻しは？書き戻しが結構あるんですよね。でも体重はいいと吐き戻しの気がするね、この子。体重は今日すごい、朝測ったとき36とかあって。36？ 最近ずっと32くらいだったんで、ずっと32くらいだったんですけど、今日何があれだったのか。で、その後って吐き戻します？で、吐き戻しが6グラム吐き戻してて、でも体重は36グラム。吐き戻した後に測って36ってこと？そう。で、36の測った後は吐き戻しなわけ。吐き戻し、今日はあんま吐き戻してないです。これ測ると32だ。何だったんだろう。32、何だったんだろう。これ朝撮った本、黒いんですけど、割と色はいい感じですね。色はいいんですけど、ちょっと湿ってる感じはある。水分はちょっとあります。色、この辺とかはちょっとブチュッとして水っぽかったですね。なるほど。でもこの水分でちょっと減ってません？前、今日は結構いい色のが多いです。前もっと多かったよね、水分。で、あの、糞が多い日は黒いんですけど、糞が少ない日はぐちゅっとあの、水っぽい糞が多いかなって思います。水がちょっとうまく測れなくて、はい、いいです。これはじゃあもう一緒にして、はい、大丈夫です。測れた日だけでいいですよ。測れた日は12時間くらいで3グラムとか。はいはい。まあでも多分多いよね、この子。24時間で絶対3、4グラム以上は多分飲んでるよね。12時間で4グラムとか、この日はうまく測れなくて、ね、測っても測れなかった日が多くてすみません。12時間でまあ3から4ってことは、ね、まあ、が普通24時間でっていうと6か8ぐらいって感じだよね。まあ、でもこれは大抵昼の分量なんで、夜はあんまり飲んでないから、夜は測れないし、それもぐちゃぐちゃ感じですね。巻き戻しは多い日で8グラムとか入っちゃう日が。そんなに入るんだ。日中ですけど、夜はほとんど入る。8グラム履こうと思ったら8グラム食べてなきゃダメだよね。そうなんですよ、ね、ちょっと過ぎるんですけど。うんちの数は？うんちは水っぽいのが多い日はちょっと少ない。24時間で53とか、うん、44とか、うん、14、15、15、50から60の間って感じですかね。平均すると水っぽいのと黒いのと半々くらいの日が多い。まあでも元気は、元気はあります。あるんですね。泣いてますし、ピロピロ。はい、わかりました。はい、すいません、ちょっと抗生症者ちょうだい。はい、ごめんなさい。ただやっぱり薬を飲む前は手から餌を食べてくれなくて薬飲んだ後に、ちょっとリラックスしてちょんって手に乗った時はパッパッて食べてくれるんですけど。分かっちゃってるから、今から薬かなっていうのが。そう、掴まれると薬って思ってる。うん、これは。キコちゃん、これは気持ちいいんでしょ？これ気持ちいいんだよね。
い、父ちゃん頑張りました。じゃあまた薬出しますね。はい、お願いします。1日早いけど、抗寄生虫薬つけちゃっていいですか。あ、はい。ちょっと重きしは蓋開けて、これ。じゃあ抗寄生虫薬の重きし薬をね、ちょっと頭の下につけます。おっとっとね。はい、じゃあまたね、はい、ダイレクトに飲む薬出しときますからね、飲ませながら観察していってくださいね。はい、まあでもさ、うん、何だったんでしょうね、朝の36は。そうなんですよ。間違いじゃないの、それって。間違いなのか、なんかあれ、体重計がダメなのかな。今はやっぱ30、もうここのを測ると大体32なんですね。一回ここに50杯以上入ってる時は34でしたけど、大体ちゃんとゼロにしてから測ったんですけどね。おちゃん君って何歳なの？3歳、4歳か。そうですね、そのくらい。4歳だったよ。4歳と5ヶ月。はい、どうもでした。ありがとうございました。はい、すいません。じゃあ今用意しますね。はい、お願いします。はい